iPhone にもウイルスサイトの存在があるんですね。ウイルスサイトあるみたいです。はい、音は出ないみたいですね。iTunes から VPN をインストールしてください。はい、VPN って普通にあれじゃない、設定アプリでできんじゃないの。インストールする必要ないんじゃないの。よくわかんない、管理画面なのかね。まあとりあえず Apple がこんな画面出してるわけないですよ。アドレス全然違うんだから。まあ、VPN は確かにアプリで表示してこれ設定しろなんてあるか。でも Apple がこんなページ作るわけないじゃん。キャンセル。は、止まったし。先進まないじゃん。どうすんのこれ。ダメだね。ダメみたいですね。はい、終わってます。終わったな。はい、お疲れ様でした。